どうも皆さん、今回は君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦についてだよ。長いタイトルやな。一時期のラノベアニメを思い出すような感じのセンスと長さや。まさに原作はライトノベルの作品で、1期は2020年に放送されて、2期は2024年夏アニメとして放送されたんだ。結構期間が空いてますね。2期があるってことはそこそこ人気があったんかな。1期の時点でそこまで盛り上がってた記憶はないんだけどね。そもそもこの2期自体の放送は2023年を予定してたんだけど、2024年の夏に延期になってしまったんだ。あらら。で、蓋を開けたら作画がとんでもなくヤバかった。なんやこれ。1期の時点から作画のクオリティが高かったわけじゃないんだけど、2期ではあからさまにクオリティが落ちたんだ。いわゆる作画崩壊に近いクオリティになってる。イモイモとか思い出しますね。まあイモイモを超えるほどではないんだけどね。エンドクレジットとか見る限り外中にも投げまくりだったみたいなんだよね。横浜アニメーションラボを思い出しますね。私もちょっと見てみたんだけど、明らかに最初から作画枚数を減らすためのカメラワークだったりも多いし、引きの絵とかでごまかそうとしてるのはわかるんだけど、線がガタガタなのよ。やばいなこれ。この手のアニメって作画監督がものすごい人数になってたり、作画監督自身が日本人じゃなかったりとか察する部分もあるんだけど、作画監督自体は2人とかなんだよね。それでこのクオリティとは。多分制作の現場が崩壊してるんだと思う。1年延期の時点で内部で何かあったんだろうね。制作は1期はシルバーリンクだけだったんだけど、2期はシルバーリンクに加えてスタジオパレットも共同制作として加わってるんだ。シルバーリンクはまあ結構作画にブレあるイメージやな。スタジオパレットは最近で言えば神の奇世界の神様活動とか色々と作画の工夫が見られる制作会社ではあったんだ。あれはあれで面白かったな。ただそこまで大きな制作会社ではないのに、2024年にはこの作品とこの世界は不完全すぎるって作品も請け負っちゃってて、いろいろとスケジュールがかぶったんじゃないかな。そのせいでこのクオリティになってしまったんか。まあそれなら作画崩壊アニメとして一部のマニアは楽しむことができるし、悪い意味ではあるけどネットで話題にもなるんだけどね。作画崩壊アニメは下手したら永遠に語られますからね。作画崩壊だけならまだネタとして楽しめる部分はあるんだけど、やらかしちゃったんだよ。やらかす？晩作尽きちゃった。ああ、2024年夏アニメってまだ始まって1ヶ月ちょっとよな。いや、これ前代未聞なことが起きてるんだよ。いわゆる晩作が尽きるアニメって大抵はアニメの中盤くらいから作画が悪くなっていって、スケジュールがきついんだろうなって見てて感じる部分があるんだ。で、結果的にスケジュールが崩壊するんよな。うん、1クールのアニメなら11話とか12話の制作が放送日に間に合わないってなって、間に総集編を1回くらい挟んだりするんだけど、それでも間に合わなくなって晩作が完全に尽きる。11話以降の放送は3ヶ月とか半年後になるやつや。アニメ制作も人材不足で大変なのはわかるんだ。だからこそスケジュールが少しでも乱れると晩作が尽きることもある。だから1クールのアニメの終盤でそういうことになるんだ。なるほど、それ考えると今回の異常性が見えてきますね。アニメ自体の1話の放送前に間に合わなくて1年とか半年くらいずらしての放送になるみたいなこともたまにあるんだけど、今回の場合はまだアニメの放送が始まって1ヶ月、4話までしか放送してない段階で晩作が尽きたことになるんだ。これ現場騒然としてそうやな。一応公式発表としてはクオリティ維持のためっていう名目にはなってるんだけど、そもそものクオリティが低いのにそれすら維持できないってどういうことだって話だよ。くさ、確かにそうやな。しかもこの作品自体の放送が1年くらい延期した上でだからね。どんだけスケジュール詰め込んどったんやろうな。本来は1年前に放送されてるはずの作品がいざ放送されたかと思いきや4話までで、で5話以降はいつ放送するかわからんのやろ。うん、今現在のこの作品の放送枠は今後1期を再放送する形になるみたいだね。ちなみに2023年の延期が決まった段階でも1期を再放送してた。くさ、どんだけ再放送するんや。ちょっと前代未聞な作品になっちゃってるで。もう逆に5話以降の作画をここから頑張って半年後なり1年後とかに放送を再開しますじゃなくて、1話から作り直した方がいいんじゃないかと思うんだよ。ああ、もう一回なかったことにしてくださいってことにした方がええかもしれへんな。それに関しては以前メガリアって作品でやってるんだ。久しぶりに名前聞いたな。この作品の作画自体は悪くなかったんだけど、ストーリーがちょっと難解な感じで分かりにくかったんだよね。で、結果的に序盤で1回放送をやめて1話から作り直して放送しますって発表されたやつよな。まあ作り直したものもそんなに変化がなくて、分かりづらさは変わってなくて、作り直した意味はあったのかってなる作品ではあったんだけどね。今回はストーリーやなく作画が理由やし、もう4話しか放送してないなら1話からがっつり作り直してほしいところよな。まあ原作者さんも今回の件で声明出してるんだけど、放送済みの1話から4話も含めてより楽しんでいただける作品にすべくって出てるから、
もしかしたら本当に1話から作り直す可能性もあるかもしれない。かなり前代未聞ですけどね。これが一つの制作会社が作ってるものならわかるんだけど、今回はシルバーリンクとスタジオパレットの共同制作だからね。2社が関わってたのになんでこうなるのか、どっちが悪かったんやろうな。犯人探ししたところではあるんだけど、スタジオパレットは結構やらかす傾向にあるんだよ。初めて元請けをした少年アシベ以外の4作品、まず世界最高の暗殺者異世界貴族に転生するが、2021年7月に放送予定のものが2021年10月に変更された。あらら。神の奇世界の神様活動は1話だけ総集編を挟んで、君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦は万作尽きて、今放送してる、この世界は不完全すぎるも、当初は2024年春アニメの予定だった。少年アシベ以外何かしらやからしとるやんけ。基本的に共同制作でアニメの元請けを受ける傾向にはあるんだけど、今までの流れを見るにスタジオパレットに何かしらの原因がありそうな感じなんだよね。今後ここが絡んでるアニメは万作尽きる可能性が高いかもしれへんな。横浜アニメーションラボプロジェクトナンバー9あたりが最近はいろいろとヤバいアニメ制作会社だなって感じてたけど、ここにスタジオパレットが加わっちゃったね。令和の作画崩壊三重士を連れてきたよ。でもよくやらかすイメージが定着しちゃうようなアニメ制作会社ですら簡単に倒産しないんだよね。そこはアニメ業界の七不思議やな。万作尽きたら追加のお金もいろいろと発生するやろうに。プロジェクトナンバー9とかは豚のレバーは加熱しろとかの時期は本当にヤバそうに感じてたんだけど、今期では先輩は男の子と、なぜ僕の世界を誰も覚えていないのかって作品の2本手掛けてるし、2本同時大丈夫なんか。これ別の動画でも言ったけど、やっぱり最近のアニメ制作業界は大変なことになってるんだろうね。アニメの制作数が増えてアニメ制作会社も増えたけど、アニメーターが増えたわけやないし、大手が実力のあるアニメーターを拘束したり雇用したりして囲いまくってて、そういうことができないアニメ制作会社は外注頼りやけど、結果的にこうなるわけやな。最近だと横浜アニメーションラボがささやくように声を歌うで万作尽きちゃってたけど、マイクールどこのアニメ制作会社も必死で制作してるんだと思うよ。万作尽きないのが奇跡な状況なのかもしれない。もう放送中に最新は制作するんやなくて、カンタケが当たり前になれば違うんやろうけどな。いろいろとその当たりの事情は気になるところではあるんだけど、2クール連続でこういうことが起こるとはちょっと予想外だったよ。1年に1、2本くらいはこういう作品が生まれる印象がありましたけど、2クール連続やもんな。余談ではあるけど、ちょうどサブチャンネル用の動画のネタとして万作尽きとアニメ特集ってのをやろうと思っててさ、めっちゃ面白そうやな。その台本が完成したぞ。さあ動画にしようと思ったタイミングで、君と僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦が万作尽きちゃって、台本が未完成になっちゃった。くさ、めちゃめちゃぴったしなタイミングだったわけやな。ただいま鋭意制作中ですので、参考までにコメント欄で皆さんが思い出に残ってる万作が尽きたアニメよかったら教えてね。ほなまた次回。